アンズボーアンズボーは日本の駄菓子の一つでアンズの果実の商品をシロップにつけて棒状のビニール袋に入れたもの。製造元は東京都台東区の駄菓子メーカー内外アンズ港常本店。戦前に星アンズが日本へ輸入された際、港常の二代目社長の妻がアンズの里で知られる長野県公職市出身であったことから同社で公職の森林を 山ごと購入し、アンズ菓子の製造が開始された。やがてその二代目社長の弟が独立し、後のアンズ坊にあたる菓子をアンズ水の名で製造し始めたが、社が小規模のために製造が追いつかず、港津根が製造を引き取って本格的に製造を開始した。これがアンズ坊である。当時の流通では、長野のアンズを腐敗しないうちに輸送可能な範囲は、 関東地方が限界であったため必然的に関東限定の駄菓子となったそのためにアンズ製の駄菓子が売れるのは関東首都圏のみでありある年代より前の年代だと関西地方や九州では知られていない子供たちの間ではアンズ棒を冷蔵庫でアイスキャンディーのように凍らせて食べることが流行しシャーベットのような食感が好まれた鷹仕屋で 子供がアンズ棒を買った後、店に備え付けの冷蔵庫に自分の分を保管することも多かった。冷蔵庫普及前は常温のままで食べられていたが、そのままでは食べにくく、冷蔵庫の普及とともに一気に売り上げが伸びることとなった。売上倍増後は、長野のアンズは高価な上に製造も追いつかず、昭和20年代末期頃からは、 中国甘縮省からのアンズの輸入が開始された。ダ菓子屋の衰退後はスーパーマーケットで売られるようになり、家庭に普及した冷蔵庫で気軽にあんず棒を凍らせることが可能になったこともあり、ダ菓子屋衰退後もあんず棒の販売量は伸び続けた。1970年代の東京の子供たちにとっては、梅ジャムやふ菓子などと並ぶ定番のダ菓子の一つであった。ありがとうございます。